行こうか、うん、はい、どうもこんにちは、橋本ジュニアです。それと橋本さくらです。お、今からね、ちょっとケーキを作ります。ケーキじゃないよ、パフェ作ります。パフェ作ります。はい、で、材料はね、こんなんになります。アイスです。アイスクリーム、昨日食べたですね。うん、まあ、アイスクリーム、はい、ジェラートですね。これ新しくロッテさんから出た、ね、ジェラートらしいです。期間限定と、コーンフレーク使います。はい、で、グラス、グラスです。うん、これも同じグラス、はい、はいです。はい、次はフルーツの紹介です。いちご、うん、ちょっと待って、いちご、はい、みかん持ってって、みかん、みかん、そや、次これはパイナップル、パイナップル、キウイ、キウイ、おお、そや、ママキウイ、で、あとは生クリーム、生クリームです。ちょっとこれはさすがに出せないね、はい、よし、あとはもう自由に作っていこうと思います。自由な形で、はい、どうぞ。フルーツどこに入れる？まあ、どこでもいいんやで。桜の思ったように作ってみる。千春です。あ、ちいちゃん、ちょっと待って、自由人千春です。ちょっと待って、みんなで、ちょっと型にはまらない自由なやつなんで、すごいぐちゃぐちゃすごいぐちゃぐちゃはまって、まあ、痛い痛い、ね、簡単に痛い痛い、できたできたきた、うん、きたはまった な、よかったな、ちいちゃんな、うん、よし、まあ、型にはまらないパフェなんで、美味しく食べれればいいかなと思ってます、ね、まあ、作ることが楽しいしね、楽しいな、うん、なあ、なあ、いただきます、いただきます、はい、いただきます、ハマッシュ、はい、いただきます、うん、美味しい、本格的なやつになるとちょっともう見た目も何も考えてないで、あれなんで、ね、もうひたすら食べる、うん、次回の動画でお会いしましょう、バイバイ。